那須烏山市にある中川海産魚種養殖研究センターです。海と日本プロジェクト、今日はトラフグについて学ぼうということなんですが、栃木の山奥で海のフグが養殖されるというのは不思議ですよね。ということで今勉強会が行われています。県内各地域から参加した子どもたちと保護者総勢18人、温泉トラフグについての話を真剣に聞いていました。上に2枚、下に2枚離れます。これをニッパで4つを切るんですね。講師は野口克明さん。40年近く海の環境や生物を研究しているスペシャリストです。大体10センチくらい子どもたちに与えるお魚みたいな、煮干しを粉にして固めたやつでしょ。勉強会はおよそ1時間。温泉トラフグの生態の他にも栃木県がどう海と関わっているのかなど、海についての知識を学びました。続いて向かったのは温泉トラフグが実際に養殖されている施設。見てください、フグがいます。私も初めて見たんですが、これ子どもたちにとっても貴重な体験ですよね。さあ、お仕事頑張りましょう。海なし県栃木の山間部で温泉水を利用してトラフグを養殖している施設。どのようにトラフグを養殖しているのか、餌やりから捕獲作業までを子どもたちが実際にお仕事体験。初めて触れるトラフグに子どもたちも楽しそう。そんな子どもたちの姿に保護者は、なかなかこう接することができない機会なので、とてもみんなこう興味津々で前のめりな感じでいいと思います。みんな一生懸命にお仕事やり遂げました。一仕事を終えた後は待ちに待った昼食の時間。温泉トラフグを使ったご飯に唐揚げ、お吸い物。じゃあ皆さんご苦労さんでした。いただきます。子供たちも初めて食べるフグの味に満足そう。どうですか、フグの味は。おいしい。あっさりしてて、それでも香ばしくて美味しいです。食事の後は終了証の授与式。お仕事体験はこれにて終了。子どもたちは今日の体験をどう感じたのでしょうか。栃木で育つのがすごいなと思いました。僕の体はどうだろう、いろいろなことが分かったので良かったと思います。栃木県の場合は海なし県ということになってますけども、水の流れが全て栃木県の水が、太平洋に注いでいるということで、その辺で分かっていただけたのかなというのもありますし、子どもたちも興味持ってますので、それを育ててもらえればなと思います。海と日本プロジェクト、海のお仕事図鑑で子どもたちは楽しい思い出とともに海のことをしっかりと学ぶことができたようです。